ナンバーアンダーライン愛結成1周年トレンド石鹸奇跡の物語が新たな章へ2024年10月15日新たな時代の幕開けを告げるかのように華々しく誕生したグループナンバーアンダーライン愛トレンド1イーダーハッシュタグイはナンバーアンダーライン愛結成1周年2023年10月15日エンターテインメント界に衝撃を与えた新たなグループ ナンバーアンダーライン愛が結成されてから、まさに1年が経ちました。この1年間、彼らは平野紫神宮寺雄太、岸雄太という3つの才能が集まり、数々の輝かしい瞬間を生み出してきました。エンターテインメント業界で彼らの名前を知らない人は、もはやいないと言っても過言ではないでしょう。3人は、それぞれが個性的でありながらも、グループとして1つの強い存在感を放ち、ファンから、 アイエル・アイズという愛称で親しまれるコミュニティを築き上げました。この特別な記念日を振り返り、彼らの歩んだ奇跡の物語を深く掘り下げてみましょう。ナンバー・アンダーライン・アイが結成された背景には、個々のメンバーが持つ強い絆と、エンターテイメントに対する深い情熱があります。元踊り時、彼らは別々の活動をしていましたが、長い間の友情とともに、パフォーマンスに対する共通のビジョンが、 彼らを一つのチームへと導きました。それぞれがソロ活動や他のユニットで実績を積んできた中で、3人が再び一緒に活動を始めるというニュースは、ファンだけでなく業界全体を大いに驚かせました。特に平野翔は、カリスマ的な存在感と圧倒的なパフォーマンス力で知られ、ジルジ寺雄タはその穏やかな性格と繊細な表現力で評価されていました。ガン雄太は、 その真面目で情熱的な姿勢が多くの人々から支持を受け、リーダーシップを発揮してきました。この3人が1つのユニットを組むことで、どのようなシナジーが生まれるのか、多くのファンが期待を膨らませました。結成直後、彼らは瞬く間に注目を集め、初の楽曲リリース、音楽番組への出演、そして SNS を通じての発信など、数々の活動を展開しました。特に彼らのデビュー曲は、 3人それぞれの魅力を最大限に引き出し、ダンス、歌唱、ビジュアル全てにおいて非常に高い評価を受けました。楽曲自体が感動的なメッセージを含んでおり、ファンに対しての感謝や、これから共に歩んでいく決意を表現していたため、多くの人々の心に深く響きました。この曲を通じて、ナンバーアンダーライン愛は単なるアイドルグループではなく、彼ら自身が作り出す物語の一部として捉えられるようになり、 ファンとのががりり一層深まりましたこの1年間で彼らは数多くのステージに立ちテレビやラジオ雑誌のインタビューでもその魅力を存分に発揮してきました特に注目されたのは彼らが出演した音楽番組でのパフォーマンスですパフォーマンスにおいて彼らの一体感やそれぞれの個性が交差する瞬間は観客を魅了し続け彼らの技術的な進化も見逃せませんでした特に 三人のハーモニーはまるで長年一緒に活動してきたかのような安定感を持っており、それがファンだけでなく、業界関係者からも高く評価されるポイントとなりました。彼らは常に進化し続け、どのステージでも新しい魅力を見せ続けてくれました。また、彼らの SNS 活動も見逃せない部分です。SNS では、舞台裏の様子や、日常の素顔を垣間見ることができ、 ファンとの距離感を感じさせないコミュニケーションが展開されました。ファンとの双方向のやりとりを大切にし、コメントやメッセージに対しても積極的に答える姿勢は、彼らの真摯な姿勢とファンへの感謝の気持ちが表れていると言えるでしょう。これにより、ファンの結束力はますます強固なものとなり、ナンバーアンダーライン愛を応援する、ILYs というコミュニティが自然と形成されていきました。特にこの1年のハイライトとなったのが、 2024年に行われた初のライブツアーです。このツアーでは、彼らの楽曲やパフォーマンスが持つ力を余すところなく見せつけ、ファンだけでなく、初めて彼らのパフォーマンスを見る人々にも強いインパクトを与えました。ライブでは、これまでの活動の集大成ともいえるパフォーマンスが披露され、観客の熱気は最高潮に達しました。また、ライブの演出やセットリストには、ファンへの感謝や愛が込められており、 一体感を感をじさせる瞬間が多くありましたファンからの声援が彼らにとってどれほど大切なものかを再確認できる場面も多く、ライブ終盤には涙ながらに感謝の気持ちを述べるメンバーも見られました。この1年間を振り返ると、ナンンバーアンダーアダイン1 i は音楽だけでなく、さまざまなメディアでその存在感を発揮してきました。例えば、テレビ CM への出演や、ドラマのテーマ曲を担当するなど、 音楽以外の分野でも多くの活躍を見せました。彼らが持つ幅広い才能は、エンターテインメントの枠を超えて多方面にわたっており、これからの活躍にも大いに期待が持てると言えるでしょう。彼らの一貫した姿勢は、ファンと共に成長し、常に新しい挑戦を恐れず進んでいくというものであり、その信念が彼らの活動すべてに表れています。また、メンバーの個々の活動も注目されています。 例えば、平野翔は俳優としても活躍しており、映画やドラマでその演技力を披露しています。その自然体で感情を表現する力は、視聴者からも高く評価され、多くの作品で主演を務めるようになっています。一方、神宮寺勇太はバラエティ番組への出演で、そのユーモアと観察眼を生かし、多くの視聴者を笑顔にしてきました。岸優太はリーダーとしての責任感を持ちながらも、 自分のペースで着実に成長し続けており、音楽面だけでなく、人間的な魅力も多くの人々に認められています。一周年を迎えた今、彼らはさらなる高みを目指し、次なるステージへと進んでいくでしょう。すでに2年目の活動に向けての新たな計画が進行中であり、ファンも期待を膨らませています。新曲の制作や、さらなるライブツアーの計画、または国際的な舞台での挑戦など、 多くの新しいプロジェクトが控えていると噂されています。彼らが持つ無限の可能性は、国内外を問わず、エンターテインメント界に新たな風を吹き込むことでしょう。この1年を振り返って、ナンバーアンダーライン愛がここまで大きな存在となったのは、間違いなく彼ら自身の努力とファンの支えがあったからこそです。ファンとの絆を大切にし続け、常に新しい挑戦を続ける姿勢は、彼らの成功の鍵となっています。 これからも3人がどのような物語を紡いでいくのか、そしてその物語の中でどのようにファンとの絆を深めていくのか、目が離せません。ナンバーアンダーライン愛の1周年は、彼らにとって一つの節目であり、新たなスタート地点でもあります。ファンと共に歩み続ける彼らの未来には、さらなる輝かしい瞬間が待っていることでしょう。平野翔神宮寺勇太、岸優太という、 かつてキング・プリンスとして輝かしい歴史を築いた3人が新たな夢を胸に再出発を切ったその日からわずか1年。彼らの歩みは瞬く間に社会現象へと発展し、まさに奇跡の物語を紡ぎ出している。1周年を記念して、ファンたちの熱い思いは「ハッシュタグ岩ナンバーアンダーライン愛結成1周年」というハッシュタグとともに SNS を席巻し、トレンド1位を獲得。その勢いは、 彼らの活躍の証であり、さらなる飛躍への期待を物語っている。衝撃の一年と称されるほど、彼らの歩みは目まぐるしく、かつ濃密だった。デビューシングル、ナンバー・アンダーライン・アイは、オリコン週間シングルランキングで堂々の1位を獲得。その後も立て続けにリリースされた楽曲は、いずれもチャート上位にランクインし、その人気は不動のものとなった。音楽活動だけでなく、 バラエティ番組への出演も精力的に行い、彼らの新たな魅力が広く知れ渡るようになった。個々の持ち味を生かしたトークや、抜群のチームワークで繰り広げられる笑いに満ちた姿は、視聴者たちの心をつかみ、お茶の間の人気者へと押し上げた。特に、話題になったのは、彼らのファンクラブ限定動画だ。20分という長尺にもかかわらず、内容は濃密で、ファンたちの間で大きな反響を呼んだ。 中でも、音速反転というコーナーは、視聴者たちの間で大きな話題に。個性的な料理の数々に、視聴者たちは笑いと驚きを禁じ得なかった。はじめの翔くんのテンションがおかしくて好きという声も多数寄せられ、その独特の雰囲気と魅力は、多くのファンを魅了している。動画の内容は、まさに、衝撃という言葉がふさわしい。しかし、彼らの歩みは、決して順風満帆ではなかった。 グループ結成直後、メンバーたちは様々な困難に直面した。新しい道を歩む不安、かつての活動との比較、そして、常に周囲からの期待の大きさ。それでも、彼らは互いに支え合い、励まし合いながら、困難を乗り越えてきた。メンバー同士の信頼関係は、揺るぎないものとなっている。一周年を迎えた彼らは、ファンに向けて感謝のメッセージを伝えた。 ファンのみんな、本当にありがとう。僕たちは、みんなと出会えたこと、そして、こうして一周年を迎えることができたことを本当に嬉しく思っています。これからも、みんなと一緒に、素晴らしい景色を見たい。共に歩んでいきたい。